お稲お倉は、伊勢神宮高大神宮の所管者。お稲お倉神とも称する。内宮の宮行き内、荒祭り宮に向かう、道の途中に鎮座する。小さいながら、内宮と同じ唯一神明づくりの神社である。三重県伊勢州時間町、内宮の旧域、西宮の北西に鎮座する。内宮の所管者三十社のうち、第六位である。内宮の宮で、 祭りが行われるたびに、お稲お蔵でも祭祀が行われる。お稲お蔵の北には、外平殿がある。神宮神田で収穫された稲は抜け穂にして、お稲お蔵へ納められる。お蔵の稲は内宮の祭祀に合わせて取り出され、大御家として、天照大臣に捧げられる。すなわち、内宮国葬として利用されている。古式にのっとり、 小族をまとった新職が、お蔵へ納める。お蔵から稲を取り出すことを、お稲、放火と称し、前日から、三郎決裁した新職が行う。捧ぐ下された稲は稲こき、もみすり、七分付きにした後、忌み部屋殿で幹、お餅、ご飯に調理され、神前に供される。なお、神宮式年仙宮の祭事の一つで、正殿の床下に柱を立てる。 心を柱注ぐだけで用いる心を柱もお稲、ね、お倉に収められる。社殿は唯一神明作りである。内宮の方角を向いて立っている。高い床の切り妻屋根で、地儀、カツを備えるなど、内宮の東西放殿や、外平殿に酷似した構造である。高い床であるため、お稲、ね、放火の際には、取り外し可能な階段を取り付け、ゴンネギが、 お鍵を開場して、お扉を開き、稲を取り出す。玉垣や祭銭箱はない。祭人は、お稲お倉神。お稲お倉の守護神である。神宮式年遷宮に伴って社殿が建て替えられる。際には、お稲お倉神は一時的に外平殿に遷座する。平安時代の大寺五行記には、捕食人とあり、鎌倉時代の神明秘書では、丘の御玉とする。 古代より存在したと考えられる。蝶尾倉、お塩お倉、四季節お倉、お稲お倉、お稲お倉の四胸で一組として、板垣街の西方に立っていたが、平安時代中頃より、外平田と四胸一組は、外玉垣の内側に入った。当時は、新名作りではなくあぜ倉作りで、ちぎ、かつおぎはなかったようである。 西宮の敷地内にあったので、式年仙宮の旅に移動していたが、中世の末に四棟とも廃絶した。お稲捧ぐ下は、ネギ、大内神羅四名が、大物意味と大物意味父を伴って執行していた。この時の服装は、内宮で祭儀を行うのと同じ環境の床扉で、あり、いかに重要な神社であったかがわかる。捧ぐ下された稲は、大物意味の子らは、 薄でつき、へっついで蒸し、炊き上がったご飯を手に持って神前に供された。ご飯は内宮、荒祭り宮、炊き祭り神に捧げられた。天正年間に四棟のうち、西宮の北西に、お稲お蔵のみ神明作りで復興され、以後式年遷宮ごとに建て替えられた。室町時代以降は、お稲お蔵で神奈目祭りのおりにおいがここでおられたので、おはた殿の異名を持っていた。 明治以降、お稲奥良神が祀られるようになり、1889年には荒祭り偶へ向かう、道の途中に鎮在地が固定された。ありがとうございます。